2024年10月3日、ナンバーアンダーラインアイは1位に輝き、さらにトップ10に3つもの楽曲がランクインするという快挙を成し遂げました。音楽業界を席巻する彼らの魅力とは、ナンバーアンダーラインアイが音楽業界において急速に台頭し、今週のダウンロード、ソング、チャートで圧倒的な存在感を示したことは、多くのファンや音楽愛好家にとって喜ばしいニュースとなりました。 2024年10月3日、ナンンバーーアダインア i は1位に輝き、さらにトップ10に3つもの楽曲がランクインするという快挙を成し遂げました。特に注目すべきは、3人のメンバー全員がソロ曲でチャート入りしている点です。これは単なる偶然ではなく、各メンバーの個性と才能が光り、グループとしてだけでなく、個々のアーティストとしてもファンに深く愛されていることを示しています。今回のランキングにおいて、 平野翔さんのソロ曲「透明になりたい」が1位を獲得し、他のソロ曲「レシピ」や「バイ247」も高評価を受けていることは、ファンにとっても感慨深い出来事でした。この快挙は、音楽業界全体でも稀な出来事であり、特にグループからのソロ活動がこれほどの成功を収めるケースは珍しいといえるでしょう。SNS 上では、ファンたちが「ナンバーアンダーラインアイアンダーライン透明になりたい」。 ナンバーアンダーラインアイアンダーラインレシピ、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインバイ247を使って喜びを表現し、数多くの祝福のメッセージが飛び交っています。このようなファンとの双方向のコミュニケーションが、ナンバーアンダーライン愛の人気をさらに後押ししていることは明白です。ファンは単に音楽を楽しむだけでなく、アーティストとの感情的なつながりを深め、応援することに大きな喜びを感じているのです。 しかし、ここで興味深いのは、なぜナンバーアンダーライン愛がここまでの成功を収めることができたのかという点です。もちろん、彼らの音楽が高品質であることは間違いありませんが、そこにはさらに深い要因があるはずです。現代の音楽業界は、多様なジャンルやアーティストが混在する中で、リスナーの注目を引くのは容易なことではありません。それにもかかわらず、 ナンバーアンダーライン愛は一貫して人気を維持し続けています。彼らの音楽は、ジャンルを超えた普遍的なテーマを扱っており、特に若者が共感しやすいメッセージを含んでいます。例えば、平野翔さんの「透明になりたい」は、現代社会における自己認識や孤独感をテーマにしており、多くのリスナーが自分自身の感情と重ね合わせることができる楽曲です。このように、 個々の楽曲がリスナーの心に深く響く要素を持っていることが、ナンンバーアンダーアダライン愛の成功の一因と考えられます。また、ナンンバーアンダーアダライン愛のメンバーは SNS を通じて自分たちのプライベートや日常を積極的に発信しており、ファンとの距離を縮める努力を続けています。このような取り組みが、彼らの人気をさらに加速させていると言えるでしょう。ファンはアーティストをより身近に感じ、 応援すするることが一層楽しくなるのです特に日本の音楽シーンにおいてはアーティストとファンとの関係が非常に重要視されておりナンバーアンダーライン愛のように親しみやすさを感じさせるアーティストはその点で大きなアドバンテージを持っています。ここで一つの疑問が浮かびます。現代の音楽業界は非常に競争が激しくアーティストが一時的に成功を収めるのは決して難しいことではありませんが。 その人気を長期間維持することは非常に困難です。リスナーの思考は日々変わり、新しい音楽が次々と登場する中で、ナンバーアンダーラインアイはどのようにしてこの人気を保ち続けることができるのでしょうか。この問いに対する答えは、彼らの音楽的な才能だけでなく、戦略的なアプローチにもあります。彼らは音楽だけでなく、ビジュアルやパフォーマンス、さらにはライブイベントなど、 多角的な展開を行うことで、ファンとのつながりを強化しています。また、メンバー全員がソロとしても活躍しているため、ファンは常に新しいコンテンツを楽しむことができ、飽きることがありません。さらに、彼らの音楽はそのメッセージ性とともに、リスナーに深い感情的な影響を与えます。例えば、透明になりたいという楽曲は、 誰もが一度は感じたことのある自己否定感や存在感の希薄さをテーマにしており、リスナーはその歌詞に強く共感します。現代社会において、多くの若者が孤独や不安を抱えており、そのような感情を音楽を通じて浄化することができる楽曲は非常に求められています。ナンバーアンダーラインアイの楽曲は、このような社会的な背景と密接にリンクしており、それが彼らの音楽の持つ力を一層強化しています。また 彼らのソロ活動がここまで成功していることも、今後のグループとしての活動に大きな影響を与えるでしょう。各メンバーが個々の活動を通じて自分自身を表現し、それぞれのファン層を獲得することで、グループとしてのナンバーアンダーライン愛も一層強固な基盤を築くことができます。これは、他のグループにはない独自の強みとなるでしょう。今後、彼らがどのようにしてこの成功を次なるステージへとつなげていくのか。 非常に楽しみです。音楽業界は日々進化しており、アーティストが生き残るためには絶え間ない挑戦と革新が求められます。ナンバーアンダーライン愛は、その挑戦に対して常に前向きであり、ファンとの絆を大切にしながらも新しい音楽性を追求し続けています。特に、今回のようにソロ活動が成功を収めたことは、グループ全体の未来に対して非常に明るい兆しを示しています。 彼らは単なる一過性のブームに留まらず、長期的に愛されるアーティストとしての地位を確立しつつあります。そして、ファンはその過程を共に歩むことができるという特権を持っています。SNS を通じてリアルタイムで彼らの活動を追いかけ、ライブイベントや新曲のリリースに対して熱狂的な支持を送ることで、ファン自身もナンバーアンダーライン愛の成功の一部となっているのです。このようなファンとの強固な絆が、 彼らの人気を支える最も重要な要素の一つであることは間違いありません。未来を見据えると、ナンバーアンダーライン愛はさらに多くの挑戦を続けることでしょう。彼らがどのような新しい音楽を生み出し、どのようにしてその音楽が進化していくのかは、ファンにとっても興味深いところです。今回のソロ活動の成功は、彼らの可能性をさらに広げるものであり、次なるステップがどのような形であれ、 ファンはそれを全力で応援する準備ができています。音楽業界において、アーティストが長く愛されるためには、ただ新しい曲をリリースするだけではなく、ファンとの信頼関係を築き続けることが不可欠です。ナンバーアンダーライン愛はその点で非常に優れたバランスを保っており、今後もそのスタンスを維持しながら進化していくことでしょう。ナンバーアンダーライン愛の未来は、これまで以上に明るく、 多くののファンがその成長を期待しています音楽業界は常に進化し、次々と新しいトレンドやアーティストが登場しますが、ナンバーアンダーライン愛はその中でも得意な存在感を放っています。彼らの音楽がリスナーに与える感情的なインパクト、特に若者たちが感じる孤独や不安、そして自分自身との葛藤をテーマにした曲は、多くの人々に共感を与え続けています。さらに、 彼らの音楽はただ共感を呼ぶだけではなく、リスナーに勇気や希望を与えるメッセージも込められています。例えば、透明になりたいの歌詞には、自己存在を問いながらも、最終的には自分自身を受け入れ、強く生きることへのメッセージが込められています。このようなポジティブなメッセージは、特に現代の不安定な社会に生きる人々にとって、大きな支えとなることでしょう。音楽は時に、 言葉では伝えられない感情や経験を代弁してくれるものですが、ナンバーアンダーライン愛の楽曲はその力を最大限に発揮しています。ナンバーアンダーライン愛の活動がこれからも広がっていく中で、彼らはどのようにしてさらに多くの人々にその音楽を届けるのでしょうか。現代の音楽業界では、ストリーミングサービスや SNS が音楽の普及に大きな役割を果たしています。 ナンバーアンダーラインアイはの点でも非常に戦略的であり、ファンとの密接なコミュニケーションを保ちながら、常に新しい形で音楽を発信し続けています。SNS を通じたリアルタイムの情報発信や、ライブストリーミングによるコンサートは、彼らがどこにいてもファンとつながり続ける手段となり、さらに新しいファン層を獲得するための重要なツールとなっています。また ナンバーアンダーライン愛の各メンバーがそれぞれの個性を持ちながらも、グループとして一体感を持って活動している点も、彼らの大きな強みです。音楽業界では、時にソロ活動がグループの結束に影響を与えることもありますが、ナンバーアンダーライン愛はその逆を示しています。各メンバーがソロ活動で自分の才能を発揮し、個々のファン層を広げることで、最終的にはグループ全体の人気を押し上げています。 このようなバランスの取れた活動が、彼らの長期的な成功を支える要因の一つとなっていることは間違いありません。最終的に、ナンバーアンダーライン愛の成功は彼ら自身の才能と努力だけでなく、ファンの熱い支持によって成り立っていることを忘れてはなりません。この素晴らしいグループがこれからどのような音楽を私たちに届けてくれるのか、その未来を共に楽しみにしながら、応援し続けていきたいと思います。